マスター、本当にデスガンと戦うつもりなんですか？マスターが守らなくちゃいけないと思うのはクレハなんですね。わかりました。マスター、ログアウトの処理をします。私は数秒前までマスターのホームで待機していました。ちょっと、なんであんたがこんなとこにいるのよ。まさかあんたもデス、いや、なんでもないわ。あんたなんかの顔は見たくないの。早くログアウトしなさい。今すぐさっさとしなさい。言ってないわよ。というか、あんたと話す気はないから。ログアウトしないなら。ログアウトならできないわよ。ログアウトボタンが選択できなくなっていたわ。え、セリスカさん？まさかあなたたちがいるなんて。あら、レイちゃんまで来ているのね。久しぶりなのです。今日はデイジーは一緒ではないのですか？ええ、デイジーちゃんはフィールドに連れて行かないように管理しているから。そのせいかしら。それよりあなたたち、まさか二人と。デスガンからの脅迫メールをもらったのかな。イツキさんも？なんでみんないるのよ。少しお話し合いをする必要がありそうね。私はデスガンから自分と戦えってメールが来た。だから返り討ちにして捕まえてやろうと思ったの。OK したら妙に細かい指示があって、従わなければ仲間を標的にするって。だから僕もほとんど同じ内容だったよ。ではあの時の決闘やスコードロンの離脱は演技だったの？うん、本気だった。デスガンと戦う前にモヤモヤしていた気持ちにケリをつけたかったから。とにかくゼリスカさんたちはどこかに隠れていて、デスガンは私一人で戦うから。死ぬかもしれないよ。覚悟の上よ。私が死んだところで何か問題でもあるの？そうね、悲しんでくれる人はいるかもしれない。でも私が突然死んでも困る人はきっといない。お父さんやお母さんだって、お姉ちゃんがいれば。私はね、そんな存在でいるのが嫌なの。デスガンを捕まえればリアルでだって認めてもらえるかもしれない。だから奴の相手を譲る気はないわ。なるほど、死の恐怖より自分の欲求が勝ったということか。違うわよ。そりゃ逆らえばあんたを殺すとか言われていたけど、あんたを守るとかそういうんじゃないから。なんでいつもいい方にばかり解釈するんだか。あたしはいい人じゃないの。自分のわがままでここに来たのよ。だからお願い、お願いだから、みんなはどこかに隠れて、あたしが戦って隙を作るから、なんとか脱出してほしいの。皆さん、命がけの戦いを前提にしているようだけど、つまりはそういうことなのかしら。この場にいる全員がナーブギアを着用している。
ええ、家に送られてきたの。指定の日時にナーブギアを使ってログインしろって。ナーブギアが盗まれたってキリトさんが言ってたけど、おそらくその盗まれたナーブギアだろう。やれやれ、まさか盗品をプレゼントされるとはね。どうやって住所を調べられたのかは全く謎だけど、私も自宅に送られてきたわ。僕もそうだ。まあクレハ君たちまで来ているとは予想外だったけどね。つまりみんなデスガンの誘いに乗って罠にはまったというわけか。罠でも何でもいいわ。だってデスガンの強行は見過ごせないもの。ザスカーの一社員として。ザスカー、君は運営の人間だったのか。もちろん、データの閲覧をはじめとして運営に干渉は一切できないわ。ここではあくまでも1プレイヤーよ。だから今までは攻略の最前線には立たないようにしていたの。何か隠しているようなのは気づいていたけど、てっきり軍人か諜報機関の人間だと思っていたよ。私はただのプログラマーよ。だけど、いえ、だからこそ見過ごせないの。 GGO で殺人なんて。まさかいたずらだって言うの。いたずらにしては手が込みすぎているわ。ナーブギアなんて手に入れようと思っても無理だもの。状況がわからなさすぎる。周囲を探索してみるか。リーダー頼んだよ。クレハ君もひとまずはそれでいいだろう。ログアウトする方法もなさそうね。まったく、あんたなんでこんな危ないところに来たのよ。私バカなことだって分かってる。でもリアルに戻ったところで結局私はお姉ちゃんの影。 GGO ではあんたの影なんて絶対に嫌だから。そんなの GGO に来た意味ないじゃない。お姉ちゃんがいない世界なら、そう思って VR ゲームを始めたの。みんなお姉ちゃんの妹じゃない、クレハとして認識してくれる。すごく嬉しかった。もっと強くなって誰もが知るくらい有名になれれば、私はリアルでも強くなれると思う。しないと、多分私は嫌いになっちゃう。大好きなお姉ちゃんを。それなのにこっちはすごく必死なのに、あんたはどんどん成長して私を追い越しちゃうんだもの。本当に腹が立つわ。私嫌いになりたくないのに、あんただけは絶対に死んでほしくないの。意外と似た者同士だったのね。全く違うタイプだと思ってたけど、考えていることは同じか。私たち付き合いは長いけど、まだまだ知らないことがあったのね。さあ、セリスカさんたちのところに戻ろう。あんたと二人で話せてよかった。よーし、魔法を入れるわ。ちょっと待って、
私一人で戦うって言ったでしょ。だから私が突っ込んで敵の情報を探るわ。みんなは距離を取って対策を考えて。クレアちゃん一人で勝てる相手ではなさそうということは分かっているのね。分かってる。でも最初に脅迫が来たのは私。すぐにみんなに打ち明けていればこんなことにはならなかった。今はバカなことをしたって思う。でもあの時、これでみんなを見返せる、認めてもらえると思ったのも事実なの。だからせめて責任は取らせてほしいの。みんなにもしものことがあったらの、考えるだけでいいよ。責任というのであれば、ザスカーの一員である私の方こそ責められるべきです。あなたたちは私が守ります。素晴らしい責任感だね。安心しなさい、イツキ。あなたも私が守ります。あなたも愛す。まいったな。今までの悪行を全て懺悔したくなる気分だ。あなたの長話は聞きたくないわ。みんな待ってください、私が突撃します。私は NPC なので壊れても問題ありません。相手はかなりの強敵よ。悪いけどレイちゃんではおとりにもなれないわ。そうよ、レイちゃんはご主人様をしっかり守んなさい。私が行くわ。いいわね。いいえ、私が。マスター、私もそれがいいと思います。大賛成です。やれやれ、うちのリーダーは厳しいオーダーを出すね。でもあなたが言うと不思議とできそうな気がしてくるわ。指揮は任せたわ。行くわよリーダー。どこかおかしい。お母さんにアクセスできません。
GGO のメインシステムも反応なし、プレイヤーへのメール送信不可能、完全にネットワークから遮断されている。違う、さっきはアイテム購入が可能でした。アバッス、マスターを連れて逃げるんだ。もう少しで弾切れよ、私たちが時間を稼げるうちに。待ってマスター、私は私だってやってみせます。誰か、誰か応答を。あれは何なんだ。アバシスさん、アバシスさん、やい、アバシスさん、回線接続しました。しばらくは安定して使用できます。アバシスさんたちがいる場所は GGO ではありません。ただいまストレアと一緒に状況を解析しています。ちょっと待っててね、レイちゃんが GGO からそっちに転送された後をトレースするから。パパ、準備 OK です。待たせたな、今そっちに行く。